今回のトリックはポップスナイパーという技です。今回もなんか唾液っぽい動きっていう、ね、なんかそれの代表的な一つかなと思います。はい、では手順を順番に、はいはい、まずスローをして右手を一回外側から一周腕に巻きつける状態に持っていきます、うん、そしたらその状態でクラッシュオアナッシングをやります。そしたら次に左手を上になるように腕をクロスさせます。その時に右手の紐は全部グーにして握る感じに構えます。そして次に左手のヨーヨーが乗っている方はホップをするんですけど、そのホップをしたと同時に左手の親指にかかっている紐を外してあげて、ホップをしながらスラックをして、そのスラックで飛ばした紐にヨーヨーをかけます。そしたら左手を元に戻して腕のクロスを元に戻してあげます、うん、そして手前からヨーヨーを紐の上に乗せて、そのまま右手の人差し指の紐を外しながらヨーヨー下に落とすと解けます、はい、そしてあとはキャッチをして完成です。最初はホップを無理やりしようとしなくても、ちょっと用を振って勢いをつけてあげて、それでスラックをかける練習をして、徐々に綺麗にホップになるようにやっていけばできるようになると思います。ありがとうございます。前回に引き続き使ってるヨーヨーはもちろん、もちろん新型の M です。なんか今のお気に入りのセッティングとかあれば、うん、どう？今はこれをチタンアクセルに変えて薄めのパッドで太めのストリングを使うセッティングが一番しっくりきてます。チタンアクセルに変えるとね、なんていうかこうシャキッとするといいますか、本当になんかフィーリングがさらに良くなるというね、そうですね、動かしてる時のもうシャキシャキ感が全然変わりますね。太さはキティストリングの XL を使ってるんですけど、ソチとかオリジナルスローとかだとパッド、パッドは最近リワインドから出たジャパンパッドの薄めを最近は使ってます。はいはいはい、黄色いパッドですね。クリアイエローの黄色ですね、パッドですね。ちょっと薄めになっている、ものが、ぴったりと。はい、はい、じゃあもしこの動画が参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ダイキのねトリックであの時やってた技のチュートリアルが見たいという方はですね、まあ、可能な限りリクエストには答えていきたいので、そういったコメントもですね、ぜひぜひお待ちしております。というわけでダイキのチュートリアルも2回目になりましたが、慣れてきた？そうですね、だいぶ。おそらく、おそらく、おそらく、いずるがね慣れすぎてるんだよね最近最近ということで、まあ、第一期のチュートリアル、まだ、ありますのでお楽しみにということで、ではではまた別の動画でもお会いしましょうと。はい、はい、さよなら先に言ったね